着陸するパラゼブ1、1962年、フランシス・メルヴィン・ロガロは、アメリカ合衆国の発明家である。機体の合成確保や操縦性、組み立てやすさなどを特徴とするデルタ型の、ロガロ翼の発明者である。ロガロ翼は、現代のハンググライダーに進化して用いられている。カリフォルニア州のサンガーに生まれた。1935年に、 スタンフォード大学の航空工学部を卒業し、1936年からアメリカ航空諮問委員会の風土部門で働いた。1948年に妻と共にフレキシブルな構造のタコの特許を得た。もともとは安価な飛行機の翼として用いる目的で発明された。その後6年にわたって政府や工業界の関心を引こうと努力し、コネチカット州の会社に 製造のライセンスを与えた。デュポン社がマイラーの開発を発表すると、この材料がロガロ翼の材料として最適であることを知った。5ドルでフレックスカイトという玩具を作り、売り出した。これは徐々に売れるようになった。人工衛星が打ち上げられるようになると、アメリカ航空宇宙局が注目し、パラウィングの名で有人宇宙カプセルの機関システムとしての評価の 実験を始めた。1960年までにジープを降下させる実験に成功し、いろいろな形やサイズのロガロ翼が実験された。チャールズ・リチャーズによって、体重移動によって操縦するカイトグライダーが設計され、その後スカイスポーツとして様々に普及することとなった。結局、宇宙カプセルの基幹システムとしては NASA は採用しなかったが、 ライトプレーンの翼やタコの形状としてロガロ翼は世界中で使われるようになった。ありがとうございます。